第47章、和と王冠。こんにちは、チョメです。7年目第47章やっていきます。オリビア・グリーンと会いました。チョメ、また来てくれてありがとう。あなたのお父さんといろいろ話す時間はあった？はい。だけど、アールが魔法省にマインドコントロールを使おうとしてることも聞いた？父さんはマインドコントロールを使うのがアールの計画に含まれていることは否定しませんでした。でも僕はちゃんと事情を分かってないとも言っていました。その事情について聞いたら歴史を変えるんだというばかりでしたよ。だから僕も父さんのやることに協力するべきだって。あなたのお父さんはなかなか口を割ってくれないのね。こういう難しい質問をするといつもはぐらかして全然違う答えを言うんです。それって魔法省で働いてた時の同僚みたいだわ。あなたのお父さんは本当に魔法省で働いてないの？働いてるわけないですよ。魔法省のことが大嫌いなんですから。そうね。とにかく他に何か分かったことは？兄さんと話したんですけど、なんだか前と全然違う感じがしました。それからベルーラからも情報を手に入れたんです。思ったよりも収穫が大きかったみたいね。座ってちょめ、全部聞かして。3時間星3個で合格。オリビアにすべて話す。兄さんは前よりもずっと父さんに肩入れしていました。どうしてなのか理解できません。もっと詳しく話しましょう。この隠し棚にはお菓子を置くようにしたの。昔の自分を見るってすごく変な気持ちだった。少なくともこの本に何が書かれているのかは覚えてるわ。昔の記憶を見たとき、他人の記憶を見てるような感覚だったわ。すごく奇妙だった。ハスは啓発と再生を象徴してるの。なんだか共感できるわ。R は魔法省の職員を操るためにマインドコントロールを使おうとしてるんです。メルーラはカナの輪に残れてほっとしています。メルーラが淀んだ部屋で起こったことを教えてくれたんです。R がどうしてマインドコントロールをもっと詳しく話しましょう。Facebook の連携トラブルがあって右上のエネルギーはたっぷりもらいました。ゲット。まあすごい情報量ね。いろいろ教えてくれてありがとう、チョメ。昔の記憶を見て気分はどうですか？正直他人の記憶を見たような気分よ。まだどう感じるべきかを考えてるところ。ごめんなさい。何を謝ってるの、チョメ。あなたのせいじゃないわ。というかこうして事実を知れたのはあなたのおかげだから感謝したいくらいよ。でも自分の心の中にあるものが嘘かもしれないって思うのはすごく奇妙で怖いことね。僕の兄さんが初めてレジリメンスで僕に話しかけてきたとき、僕も自分の心がどうしたものかもしれないって思いました。今でも誰を信用していいのかわからなくて怖いことがあります。何年も追いかけてた闇の秘密結社のリーダーが実の父親だってわかったから、だらだって混乱するわ。それでジェイコブは突然お父さんの言うことに同意し始めたの？一体どういうことかしら。本当におかしなことばかり起こってるわね。はい、何が何だかわからないんですけど、あなたのことだけは一緒に記憶を見た時に信用できる人だってわかったので、それはほっとしています。そう言ってくれてありがとう、チョメ。信用してもらえるっていい気分ね。これでもう私のオフィスに忍び込むこともないだろうし。とにかく、どうしてあなたが忍び込んだのか、ようやく理由がわかったわ。R の計画の真相を突き止めるために必要だったことなのね。もっといろんなことが分かったらよかったんですけど、答えが見つかったからと思ったら新しい疑問がどんどん湧いてくるんです。まだ何を信用していいのか分からないと思ってるだろうけど、私にははっきり分かったことがあるわ、チョメ。マインドコントロールは間違ってる。レイクピックは私の記憶を操作しようとしたように、 R に魔法省の職員の心を操作させるわけにはいかないわ。あなたはどう思うの、チョメ。 R の魔法省にマインドコントロールを使うって計画についてどう感じてる？もっと情報が必要だな。まだ R の計画についてどう感じるべきなのかわかりません。父さんが何をしたいのか、もっと詳しく知ってからじゃないと判断できませんよ。結論を急ぎたくない気持ちはわかるわ。あなたの家族は関わってるんだものね。でもどんな理由があろうとも、私自身はマインドコントロール反対派ってことを覚えておいて。僕の家族は関わってるせいで、一緒に夕食を食べてても全然美味しくないんです。そうでしょうね。
とにかく R が何を企んでるのかは分かったわ。次はどうやってそれを実行に移すか突き止めなきゃね。どうやって他人の心を操作しようとしてるのかしら。レジジメンス、それともまた記憶の操作。そういえばメルラとさっき話した時にあることを教えてくれたんです。 R によどんだ部屋から何かを回収するように言われたらしいんですよ。え、何を回収しろって言われたの。王冠らしいです。なんて名前かは覚えてないって言ってましたけど。それじゃあ調べようがないわね。それでも図書館で王冠について片っ端から調べたら何かわかるかもしれません。この王冠が特別なものなのは間違いないので。そうね、やってみる価値はあると思うわちゃめ。でも図書館に行くよりいい情報を教えてくれそうな人に心当たりがあるの。魔法省のとある部屋に勤めてて駆け出しの私にいろいろ教えてくれた人よ。もしかすると僕も知ってる人かもしれません。魔法省の中でも特に謎めいてる部門ですよね。それは言えないわちゃめ。でもマインドコントロール関連の王冠について知ってるとしたらあの人しかいない。もうずっと謎について研究してるから信頼して大丈夫よ。それならそのあなたがお世話になった人に会いに行きたいです。ええ、すぐに魔法省に向かいましょう。魔法省に行く。仕事を終わらせなきゃいけないの。その後に魔法省に行きましょう。ここでね、3時間待ちになっちゃいました。これ CM 見ると20分間短縮ができますけど、私この銀のタイマートロフィー今回1個使ってみようかと思っております。77個も貯めておりますからね。さあ、初めての銀のタイマートロフィー使って、魔法省の多目的室にやってきました。魔法省に犬を連れてきていいなんて知らなかったわ。ここに来てもいい席は全部取られてる。あの老人と犬誰だったっけ。いつもここで紅茶を飲んでるけど、この人かな。いたわ。いつものごとくお気に入りの椅子に座ってる。あの人にお世話になったんですか。ええ、そうよちょめ。大丈夫。謎めいたマインドコントロールの王冠についてきっと何か教えてくれるわ。ガンプの幻想陽子の法則には実際に6つの主たる例外がある理由はそういうことなんだ。ヘルバトル。またヘルバルトと話してるの。エルトン。犬の名前でした。ちょっと間違えちゃいましたけど。オリビア、会いに来てくれるとは驚いた。魔法省に何の用だい。紹介したい人がいるの。私のホグワーツの教え子チョメゲームズよ。チョメ、この人はエルトン・エルダーベリー。魔法省で働いてた時にすごくお世話になった人なの。魔法省で誰よりも知識が豊富な記録官なのよ。はじめましてミスター・エルダーベリー。はじめましてミスター・ゲームズ。よく来たね。ファングとも仲良くなれそうだな、この犬。ヘルベルト、お前も自己紹介したらどうだ。めっちゃかっこいい名前だな。ああ、わかった。私がやってやるよ、ミスターゲームズ。この子は私の飼い犬のヘルベルト。カミカミワンワン三世だ。はじめまして、ヘルベルト。エルトンが魔法省に勤め始めたのはいつかわからないわ。彼が新人の頃を知ってる人なんていないし。それは皆が若いからだろうね。500年以上生きてる人は少ないから。どうなってんのこれ。500年。ああまあそんなところだよ。どうしたんだねミスターゲームズ。ここまで経験豊富な魔法省の記録官は初めてかい。別にどうもしてません。ただあなたがそこまでなんだい。言ってくれ。年老いてる。背が高い。犬継ぎ。年老いてる。お年を召してるとは思いませんでした。素直な子だね。オリビアと気が合うわけだ。見ての通り私はものすごく年を老いてる。私より古いものと言ったら建物ぐらいだろうか。とにかくオリビア、ホグワーツでの新しい仕事はどうだ。いろいろ聞かせてくれ。順調よエルトン。思ってた以上に楽しくやってるわ。ただ今日はおしゃべりしに来たんじゃなくて、あなたに聞きたいことがあって来たの。チョメ、あなたから聞いてくれる？ホグワーツの敷地内で見つかった王冠について聞きたいんです。王冠？あの格好には王冠でも帽子でも有名なものがたくさんあるぞ。例えば、レイヴンクローの失われた髪飾りなら、灰色のレディと話すのがいいだろう。カーライル、ピンプルソープも一年中クリスマスクラッカーの王冠をかぶっていた。幸運をもたらすと言って。
ミスターエルダーベリー、僕たちが知りたいのは黒い子の底に沈んだ淀んだ部屋にある王冠についてなんです。ということはムネメの王冠のこと。ムネメ、そうなんですか。その王冠について教えてもらえませんか。その王冠に干渉しないと約束するなら私が知っていることを教えてあげよう。いやこれね、干渉しちゃうな。3時間星3個で合格。王冠について学ぶ。言ったでしょ、エルトンなら知ってるって。この犬はいくつなんですか。いい子だな。ムネメの王冠には伝説的な力が秘められてるんだ。王冠の強大な力は危険すぎたため誰の目にもつかないところに隠されたんだ。封印されてた感じなのか。ムネメの王冠はもう淀んだ部屋から持ち出されてるんです。 R はその王冠を使って魔法省の重役の思考を操作しようとしてるのね。父さんに王冠のことを聞いたらなんて言うんだろう。この王冠はきっと魔法省の職員を操るって R の計画の要だ。メルラは淀んだ部屋から盗んだものがどういう品物なのかきっと全く知らないんだろうな。レイクピックが私にしたことは R にとってはただの練習だったのかしら。ああやってしまったな。もうこうなったら一日中撫でてくれないと、うるさかい触っちゃダメなんだこれ。一日中撫でないといけない。王冠が悪人の手に渡ってしまったのなら我々全員が危険にさらされる。ムネメの王冠には魔法者にも忘れたくなるような黒い歴史があるんだ。王冠を被ることで他人に自分の思い枠や記憶を植え作ることができるんだ。それでなんか父さんとかがおかしくなっちゃったのかな。あと兄さんも突然おかしくなっちゃったし。皆さんちょっと訂正です。私淀んだ部屋って言ってたけど沈んだ部屋になんか変わってないです。左下前淀んだ部屋だったよね。ムネメの王冠は伝説的な力を秘めたものなんだ。それを被った者の思惑や記憶、感情さえも他人の心に植え付けることができる。危険な道具であることから何年も前に誰の目にもつかないところに隠されたんだ。そうだったの。教えてくれてありがとう、エルトン。ありがとうございます、ミスター・エルダーベリー。君が言うように王冠がその隠し部屋から持ち出されたのであれば、我々全員が危険にさらされてることになる。何があってもあの王冠には近づかない方がいい。悪名高い闇の魔法使いがそれを使って人々を恐怖に陥れたという暗い歴史を持ってるからな。闇の魔法使い、誰ですか。それはもちろん大龍崎だ。大龍崎、誰なの、著名。それは帰り道で説明します、オリビア。このことをホグワーツの友達に伝えないと。なんか一気に情報がいろいろ出てきたね。和のメンバーを集める、中庭に来て分かったことを教えて。今回はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。次回ね、続きやっていきます。